人生柿色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生柿色です。俺たちとスイッチと40代プレイとこですね。今回プレイするソフトはゴルフピークスになります。よろしくお願いいたします。それでは続きをやっていきましょう。ゲームスタート。さあ、ステージ9のエクストラ面ですけども、滑るなぁ延々滑るなぁ。止まる。こっちじゃない気がするなこれ。でも一緒か、どっちでも。左手も右手も多分ここしかないですよね。だからどこで止まるかなんですよこれね。とにかく、まあ、例えばここで1使ってもこうなる、2を使ってもこうなる。これ無理か。止まんないのか。止まんねえんだ。それが難しいなこれ。止まんないところに行っちゃダメだ。じゃあ普通に考えたらやっぱ、やっぱりこのここっすかね。ここ、うん。でもここに行っちゃうとここから先行けないんですよね。最初は1だと思うんだけどな。2はやっぱり必要ですよね。だから同軸線上に行くための方法がないんですよね今のところ。これさっきからこうやってて気づくのは、ここに行くことはこれでできるんですけど、こっからたどり着かないんですよね。でそのためにこれ4とか2を使うってべき場所がない。ちょっとやって厳しいとこなんですよ、これさっきから。結局、1使っても2使っても、必ずそこに行くしかないんですよね、これね。だからこういうことしたいんですよ。こういうことやって、最後にこうやるとかね。そういう場所を作りたいんだけど、そういう場所がないんだよな、さっきから。ここだけは唯一、こうやっていけるんですけど、ここで落ちちゃうし、これこっちで落ちちゃうし、こっちって止まるけど、止まるだけだっていうね。そうしかないんですよね、さっきから。だから、このちょっと今、一番の難関がそういうことなんですよね。ここから先に行くべき方法がないっていうね。取るべき道順が限られてるのに、そんなにこうちょうどこうここだっていうところに行くっていうものがない。って言ってもここで結局これで一応使っても落ちるし、だから出口ラスト時にどこになるか、2かな。だから結局あそこに、あ、今ちょっと見えたかも、シャイニングロードがいつもの。やっぱ違うなけど、どうやってするんだろう。すごい見えたんですけど今ね。最後あそこに行ってっていうところを分かったんだから、こうか。もしかして違うな、やっぱり違う。止まれないんだよなあそこにな。そのもどかしさ、本当に。
止まれないもどかしさがすごいですよねこれ。落ちるし絶対。そう。ここに止まる方向ないっすもんだって。やっぱないから無理なのかやっぱ。ないんだよ。違うな。またもう一回場所分かりました、ね、今。今ちょっとひらめきましたけど、ただ、止まれない。問題は。そこに止まれない。だからラストに行く場所は見えたんですよ。見えたけど、そこに持って行き方がわからない。そこに持っていければ、1だろうが2だろうが持っていけるんですけど、これがね、どういうふうに。あ、これじゃね。あ、ついに見えた。じゃあこれだ。やっと見えました。やったー、成功。いけるもんだ。うぃー。さあ、次は、って何をすればいいんでしょうか。単純に一回やってみましょうか。落ちる。こういったら終わりじゃん、これ。でもないのか。こういう感じか。最後はどこに行け、あそこに行かなきゃいけないのか。ん？じゃあこれって普通に2でも行けるのかこれ。そうか。どれを使うかですよね、これね、考えたら。足りーん！一個足りなーい！足りないっつうか、違うな。多分今の感じでいいと思う、多分ね。ここに行くのはいいと思うんですよ。こっちだ。これ5でいいんじゃない？違うの？あ、でもそうか。こうやったら無理なのか。これでいいんじゃないの？違う！やったと思ったのに一瞬。ぬか喜び。8はあそこで必要だな。違う、さっきと一緒か、これで言ったら。あそこに止まるあれがないから。
ラストは5ですよね、多分。だからやっぱ5使っちゃダメなんだよ。これでいいんじゃないの、これで。あ、じゃあやっぱり5じゃないんだ。あ、そっか、4だ。1、2、3、4だもんな。4だろ。だから本当はここで、ここが必要なんだよ、ここは。そんな気がするな。やっぱこっちだよ。こっちこっち。そうそうそう。ここまでこれで無理だってことは。いったんじゃないこれ。じゃあ無理か。そうだ、またこれだ。でも、こうで。なんかこっち行けそうな気がするんだよな。これだよ、これ。あそこ行って3で行って2だ。ということは、2で行って戻って3でそこ行ってからの2。よっしゃ、やった。はい、ラストメン。パッと見なんか上に登ったらいけそうなんですけど違いますよね、さすがの俺は。とても届かないもんな、やっぱり。無理だ。でも、パッと見、こっちの方は近道っぽいですよね。いや無理か、やっぱ。申し訳ないもんな。もう無理だな。だからこう上登ってたら、って言ってこういうことか、もしかして。で思ったけど無理か、やっぱ。今そういうのが浮かんだんですけど、足りない。最後、そうか、これ1でないと無理、上がれねえもんな、こっちに。すげえそんな感じなのにな、ここ。外壁通るの。で、しかもあそこも行こうってあれしかないと思うんだけどな。あ、ダメか、やっぱり。ダメだ。
この道通れるかなーって思ったんですけどね、一瞬今。ここ行ってもなぁ、ショートカット一番早いのはここの位置が一番行ってる感じしますよね。1個足りない1個足りねえ行ってから上がるって言ってたよな。対角線上に行くって大変だな、ほんとこれ。ここまで行けるのにな、最後ここ行けねえんだよな。一緒か。大変だけど、このジャンプするやつが3つしか使えないから厳しい。一発ですげえいけるのはやっぱ考えちゃうんですよね。そうじゃなくて1手目とかをこれとかにするとか。一緒か。これ止まんねえもんな。問題ってことを考えるとあんまり意味がないんだよな。こっち行ってもな、結構ここで止まっちゃうからな。これいけんじゃね？いけんじゃね？これ。やった！イエーイ！やりましたー！見つかるもんだぜ。難関でしたけどもね、なんとかクリアできました。よかったでーす。またね、スイッチの外に関しましても様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメントが苦手な方はグッドボタン、高評価をしていただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。
このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。